どうも、午後将棋やっていきます。午後将棋、あ、世界の遊び大全です。まずは説明いきましょうか。簡単そうですよね。ちっちゃいんで、はい、歩進めて飛車取られていきなり王手。え、そっか、盤が狭いからすぐ取られちゃうんだ。そうなんですよ、飛車と角の意味がちっちゃくなっちゃいますよね。難しい。はい、むずい。将棋のクライマックスをすぐ楽しめる。はい、短期決戦です。これが午後将棋。まあプレイします。もういきなりね、やりながら慣れるという形になっております。ちっちゃい。さあ行こうか。どうする？よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっとこれと、ここ行ってみようか。おお、そうきましたか。これ慣れとかあるんでしょうかね。なさそうだな。これどうしよう。まず守備を固めるか。飛車やっちゃっていいの？そんなもんだっけ？待って、これ怖いぞ。ほんと怖いぞ。いやー、こいつは怖いね。ほんとに怖い。うわ、どうしよう。全然慣れないからわからん。もう一枚。え？どうしよう。こうするか。お、銀来た。え、これ怖い。どうすりゃいいんだ。うわー、もう全然わからん。うわー、まあめっちゃむずいなこれ。じゃあこうしよっか。王さん来ました。王さんが来ましたね。はい、どうするどうする。いやー、怖い怖い怖い。そうするとここは OK でしょ、絶対に。歩を取る。王手、王手、逃げるしかないよね。どうしようか。これなるってないんだね。うわ、怖いねこれ。え、戻そう。一回一回戻すか。うーわー、これどうすればいいんだ。いやー、やめっちゃ怖いこれ。じゃあこうする。うーわ、銀が完全に、角が完全に取られた。どうしようか。めっちゃ怖え。うわー、めっちゃこれ怖えゲームじゃん。いいいい。ということは、うーわ怖っ。だけどこれで、あ、角どうせ取られるなこれ。いいや。オッケーオッケー。で、めっちゃこれ恐ろしいゲームなんだな。これで王様は逃げるしかなくなるね。おい、王手、王手、どうだ。だよね、それしかなくなるよね。いいんじゃない。これで勝負ついたんじゃない？いけるか？これさ、ここ置くと王様は逃げるか取るしかない。角をね、角を取ったら銀で攻められる。 OK で、王様が横に逃げると、それはそれで銀で取られると。で、じゃあ角を金で取ったら飛車で取られるから、いけんじゃない？王手、参りました。 OK、 勝ちました。うわ、ほんとスピーディーだったこれ。はい、というわけで、短いですけど見事勝つことができましたので、今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。